池田動物園は、岡山県岡山市北区にある動物園。展示されている動物数は103種581頭であり、岡山県内で最大規模を誇る。園内で保存されている茨笠岡、軽弁鉄道機関車、第1号型蒸気機関車の2号機元岡山藩主、池田先生の孫、池田流星と昭和天皇の第4王女。 池田厚子夫妻により1953年2月に株式会社池田産業として設立され、その後池田産業動植物園を経て1960年に現在の池田動物園となった。特徴として、ソロの大半が京山の山中にあることが挙げられる。この山を利用した動物園というのは国内でも珍しく、しばしば観光案内の謳い文句として取り上げられる。 園内には、キリン、レッサーパンダや、マゼランペンギン、エリマキキツネザルなどの人気動物が多数、飼育されており、ヤギ、ヒヨコ、フラミンゴなどに触れることができる。また、期間限定で、ナイトズルや、クリスマスコンサートなどのイベントなどが開催されている。その他、旧民家を移築して作られた岡山民族館があり、農耕器具や、家具類などを展示している。 最近のイベントでは、宮中五渦人形が、期間限定で展示されている。1986年には、中国の西安動物園と動物の交換を行い、池田側から、ダチョウや、日本記事、西安側から、レッサーパンダを送り、これが縁となり1988年には、瀬戸大橋開通記念の中国三大珍獣展の一環として、 ジャイアントパンダを3月下旬から3ヶ月間展示した。2008年の来園者は約11万人。2009年に約200万円をかけ、ペンギンの飼育者を改装し、散歩通路を設け、より近くでペンギンを見ることができるようになった。2012年から園長は前日の池田厚子が務めている。しかしそのは資金難等により今後のあり方が模索されている。 2017年10月13日、国内最高齢のベンアルトラが亡くなった。1993年4月に、同園で生まれ、人間の年齢で100歳を超えていた。以下の情報は2016年10月現在のもので、ある。2009年1月1日から、園内を全面禁煙としている。ペット禁止。ありがとうございます。